好きです、付き合ってください。いっぱい思い出作りましょう。はい、大好きです。お願いします。私もです。やば、叫ぶね。いいよ。絶対にコタと幸せになります。絶対に幸せになります。よろしくね。よろしくお願いします。やば、よかった、よかった。本当に心配した。ギリギリまでさ、もうやばい、もうダメだ、ダメだ。これからも頑張ります。頑張ります。なんか一緒にいて楽しいし、なんか素が出せるのはコタだけだったから、コタだなってなりました。何でも素で話せて、沈黙でもなんか嫌じゃない関係、あとは普通に変顔ができる関係がいいと思います。まあ、なんか俺全部言うんちゃうんって思ったけど、うん、やっぱり素で入れられる関係性で、なんやろな、やっぱり一緒にいて誰にでも幸せやなって言われるぐらいのカップルになります。はい、さあ、そんな2人に今回はこちらをやっていただきたいと思います。京セキカップル意識調査。イエーイ。まだ付き合いたての2人に意識調査を行いまして、お互いのことをより知っていただこうという企画でございます。質問しますので、はい、イエスノーでお答えください。はい、では LINE や電話は毎日したいですか、イエスかノーかでお答えください。せーの、あーイエスか。本当にイエス、ね、昨日もしてきました。はい、もうなんか毎日してるね。どんなことを LINE するんですか。なんだ、でも電話が多いよね。うん、電話がビデオ通話、もうビデオ通話、なんか何しゃべる、もう一生続いてますね。なんか多分、無言になることがないので、うんうん、なんかお互いしゃべるんで。まあそうやな、あやねもおしゃべりやもんな、はい、めっちゃおしゃべりです。うん、なんかあやねもおしゃべりやし、そのおしゃべりに対してまあ関西人の独特のノリで受けてくれるのがええんや。めっちゃ楽しそう。相手の好みに合わせてファッションや髪型を変えられる。せーの、イエスです。本当に。はい、バッサリショートにしてって言われても、でもなんかボブが好きだって言ってたので、うん、なんか切ろうかなとか言っても、結構な決断だけど、まあ、今もでもそう、ロングもいいよって言ってくれて、うん、でもなんかロングだったら何が好きって聞いて、お団子って言ってたんで、2日目もお団子してた。そう、お団子してたんですけど、なんかね、遊ぶときはお団子したいなって思って。でもどうする、ボブの綾乃も可愛いと思うで。いや、そうなんですけど、やっぱりなんか何でも似合うと思う。僕の中では結構そうやな、まあ、まだ付き合いたてやから、今の髪型でええか、3ヶ月とか半年経った時に変えてくでもええかもな。ガッと、イメチェン。そうやな、小太郎も何でも変えれるか。僕もそうですね、まあ、その単発やったら単発の、うん、単発なりのこれでいいって言って、まあ、聞いて、うん、いいのであれば全然 OK です。でも何でも似合います、かっこいいので。腹いっぱいやな。まだまだちょっと苦しいですね。さあ、質問は以上ということで、まあ、少しはねお互いのこと分かったかと思いますが、はい、さあ最後にあやねが何か言いたいことある。はい、何、さっきも喋ったんですけど、やっぱりあのセブ島編で、うん、私はコタに一途に思いを伝えて頑張ったので、うん、まあご褒美じゃないけど、なんかちょっとドキッとさせることを言ってほしいなと思って。あ、コタロウがアヤに対してね、ほな、はい、それはしてやれよ。頑張ってたよ。ユージロウとかバックハグとかやってたな。やってたな、積極的やな。そうですね、じゃあやらせていただいてもいいですか。はい、俺はもちろんで、しっかりと言葉もつけてよ。これで終わり、続き見られへんの。そうなんです、京セキを最後まで楽しめるのはアベマだけです。続きはここからご覧ください。ぜひ見てください。